938年11月16日は、日本の裁判官。法学博士。明治大学総長。帝国学士院会員。ガゴは、久ぐ山、第四大最高裁判所長官、横田正利は長男。元鉄道大臣、小松健次郎は実定。品の国派に品郡松城城下大官長に、松城藩士の父、横田和馬、母。 清子の長男として生まれる。長寺て寺1877年、長野県市販学校に入学し、同年代18番変則中学校の英学専門生となるが、翌年中退。上京して1880年司法商法学校に入学。1888年帝国大学法科大学を卒業。判事になる。 1899年慶応義塾大学部政治家教授。1923年から1927年まで大審委員長を務めた。1924年11月から翌年2月まで明治大学学長、5月復職。1932年3月同、大学総長。1934年3月辞任。1938年11月16日死去。 去年77、青山墓地に眠る。横田は、野木マレスケを非常に尊敬していた。長男の正俊によると、軍人や役人は、野木さんのようでなければならない。というのが口癖で、野木将軍巡視の方に接したときは、正座してハラハラと涙を流したという。横田は、寄せが好きだった。寄せについて、一体講談や落語は、いいものです。 世間の事情、仮想階級の生活状態がよくわかる。裁判官はこういうところへ行ってみるのもいいですね。私がよく通った頃は、延長の前世時代でしてね。その頃、吉之助という三味線の爪弾などをよくやる女がいて、書生に人気があった、と述べている。退職後の横田は、明治大学学長、総長の傍ら郷理に、昭山神社を建設しようと奔走した。 横田は、75歳になった今日しなければならないことが二つある。その一つは、同郷の先輩である、佐久間正山先生のことで、神社建設のために教本していること。今一つは、今少し先生の自責を世間に発表したいことと、述べている。桂太郎三郎。井上三貞井上香る千代子。伊達宗則、二良吉の秋子。春子。 北白川の宮義久親王広披氏和義大助石坂泰蔵康夫康彦織田はじめ由紀子信夫智子美佐子下山誠一徳次秀野正俊東光俊秀雄武俊横田一馬和田武小松健次郎ありがとうございます